皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンのファミ通紹介をしていきたいと思います。アクション性の高いバトルはさらに爽快なものへと進化しました。本作のバトルは攻撃、防御、回避などのリアルタイムで、魔法やアビリティの発動はコマンド選択で行うというアクションとコマンドバトルを融合したスピード感あるバトルになっています。そのバトルも操作性やカメラの向上によってより爽快なものへと進化しています。ここではそんなバトルについて紹介します。バハムートなど強力な敵がザックスの前に立ちはだかります。ザックスは戦うコマンドで自動的にターゲットまで走っていって攻撃します。戦うを続けて入力すると連続攻撃になります。魔法やアビリティは事前に対応するマテリアをセットしておいて、画面右下のコマンドから選択して発動します。バトルにランダム要素を加えたデジタルマインドウェーブもさらに快適になりました。これはザックスの精神的側面が画面左上のリールで表現された本作のバトルにおいて最もユニークなシステムで、バトル中リールは回転と停止を自動的に繰り返して、停止した際の絵柄と数字によってステータスアップやレベルアップなど様々な効果が発動します。絵柄が揃えば強力なリミット技も発動できます。これはリーチ状態の時にその絵柄のキャラクターとの記憶が再生されることがあります。絵柄は物語を進めたり特定のキーアイテムを入手することで増えていきます。セフィロスの絵柄が揃うと一瞬の間に8回の斬撃を繰り出すリミット技八刀一閃が発動します。他にもいろいろなリミット技がありそうですね。そんな感じで今回はこの辺で、クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。